生地を持ってきて入れます。ね、なんかすごいですね。ライ麦を入れた生地になってます。で、ここでまあこう入れていってあげます。粉をつけてね、待ちます。粉をつけてもう十分これよく発酵できますね。びっくりしました。手で作ってきた時には全然発酵に手間がかかってました。まあ多分6つぐらいがちょうどいいんで、はい、ではこれからカレーパンでいきたいと思います。こうまあカレーのパンで来てますんで伸ばしていきましょう。これね、すごく昨日はこれでナン作ったんですけれども、実によく伸びるんですよね。生地が柔らかく、で今回はなんだっけ、ライ麦が入ってるんだ。ライ麦のカレーパンになります。十分に伸ばしてね、そこにカレーを入れていきましょう。これはあのピーマーカレーっていうよりも、なんていうんだろうな、玉ねぎをものすごくよく刻んで、あのうまそうだね。玉ねぎをよく刻んで、一切その、入れないんですね、水を。それでひき肉とかなんかをこうずっとやりまし、入れて、作ったカレーになります。うわあ、ちょっとちゃんと蓋ができないな。じゃあ一個、もう一個。はい、次は揚げパンになります。卵を一個割っておいて、水をちょっと入れますね。それでこうよく溶かします。今卵水ですよね。で、これで、パンを揚げていきます。カレーも入りますんで、カレーパンになる予定です。まだできるかどうかわからないですけどね、初めてですから、ちょっと不安ですが、今ちょっとやってみましょう。こっちの方は、ちょっと、厚めにしないと多分ダメだと思うんで、さっきの焼きパンよりもうちょっと違う感じしましょうね。まあカレーをこんなすげえ人参も入れてですね、こうやってカレーパンになってきます。おお、ちょっとですね、大きい餃子みたいですね。このやるとね、大きい餃子みたいで、まあ粉をつけて、粉をつけちゃって、卵に入れて、くるんと。やったら、そのまま、パン粉ですね。卵と、パン粉が、お、5分経ったな。卵ごとパン粉が一緒にこうね、出来上がっていくと思うんで、じゃあもう一個、作りましょうかね。ね、こんな作り方でいいのかな。もうやったことないんで、初めてですね。こうやって入れてあげて、このまま何か大きい餃子だな、本当に。面白いですね。で、粉をよくつけてやって、この辺はもう普通のフライと一緒ですよね。どんと入れてやって、こうやって、よいしょと。粉ね、2つ。まずは2つにしましょうかね。ただの揚げパンってのも美味しそうですよ。は
はい、じゃあもうそろそろあっちのオーブンの方がいいようなんで、オーブンの方は出してしまいましょうかね。これですね。よいしょ。おお、すげえ。このパンの焼けてる感じがいいですね。ジュージュいってるから多分これタレが少しここからね飛び出してますね。同じですね、こっち側もね。これはい、ではこれからちょっとできたパンを切って食べてみましょう。これね、カレーパンどうだろう。おお、すげえ。ほら、カレーが入って熱々、カレーが入って熱々でございますよ。ちょっとこれはどうしよう、こののね、食べます。うまい。うん、揚げたてのカレーパンって最高だね。じゃあこっち、油で焼いてない、揚げてないカレーパン。おお、中にこうやってカレーが入ってますね。よいしょ。うん、生地にカレーがこう微妙に染み込みながら焼き上がってる感じが最高ですね、これは。うん、うまい。うん、今度もパン屋さん始めようかな。